いよく飛び出していくレーサー、ダイナミックにジャンプ、スピード感あるバイクレース。ここは三重県いなべ市にあるいなべモータースポーツランド。今日、子供の日スペシャルと題し、キッズレースが行われました。参加しているのは15歳までの子どもたちおよそ90人。中にはここをホームコースとする大人顔負けのプロキッズ選手の姿も。ジャンプ飛んだ時の風が気持ちいい。一方、こちらは初心者のコースを走る子どもたち。初心者の子どもたちが使うバイクは電動式で、タイヤも太く安定しているので安心です。大きなヘルメット。スタート。勢いよく飛び出していった子どもたち、中にはアクシデントも何のその、すぐに立て直して必死にレースを続けます。女の子たちの熱い声援を受け、颯爽と走るのは中川智也くん。バイク歴5ヶ月でなんと4歳。4歳で黄色い声援浴びるのか。頑張れ。応援するパパの目線の先には、大きなヘルメットをかぶり一生懸命走る伊藤大吾くん。初めての参加でなんと2歳7ヶ月なんです。困っちゃうんだよな、ママとか見ると。およそ1キロのコースを4周回りゴールした大吾くん。楽しかった？もうちょっと行きたい？行きたいね。貪欲だ。初めてのレースがどうやら気に入ったみたいです。自分のペースで楽しんで。すごかったね、大吾くん。楽しかった？はい、頑張って走ってくれたので、楽しんでくれたらよかったです。今後は、まあ、僕らがバイク乗ってるんで、一緒にこう親子で走れて楽しめたらなと思います。初めてのバイクレースで味を占めた大吾くん。青空の下で思いっきり子どもたちはレースを楽しみました。